こんにちは皆さん、今日は久しぶりの動画なんですけど、ちょっと1週間ぐらい前にですね、交通事故に遭ってしまいまして、ちょっと今も背中とちょっと首と足が痛いんですけど、やっと1週間経ってですね、だいぶ良くなったので、ちょっとご報告動画撮ろうかなと思いました。1週間前にですね、僕は台湾の台北市の日本人がちょっと多いエリア、中山駅の近くに林泉ペールーという場所があるんですけど、そこから帰る時に U バイクといって黄色いレンタサイクルみたいなやつを乗って友達と2人でこう帰ってたんですね。で、自分がもうずっと漕いでたら、いきなり後ろからドンと衝撃があって、それがタクシーだったんですね。台湾のタクシーに後ろから衝突されて、まあ引かれたんですけど、で、まあもちろんその時にすごい痛くて起き上がれないぐらい痛かったんですけど、まあ、頑張って起き上がろうとした時に、まあ友達ももういいよそのままじっとして動かないでって、まあ、変に動いて骨折とかするのもあれなんで、でそのまま救急車に運ばれて病院に行って、台湾大学病院台大医院に行って、でそこでいろいろレントゲン、 X 線のレントゲンを取ったりしたんですけど、まあ、骨に異常はないってことで、その時は結構軽く、まあ、湿布と、まあ、足に少しくるっと包帯みたいなの巻いて終わり で、その時にお会計になったんですけど、2600元、まあ今でいう大体8000円、9000円を僕が支払ったんですね。これって僕が今支払うのって言ったら、そのタクシードライバーに先に支払って、後から保険会社、僕の保険会社が電話行くからそこで処理してくれって言われて、もう投げられて、そんな感じなんだと思って、初めてだったので、もちろん事故に遭ったのは。で、それで今1週間後になっても、まだその保険会社から電話もかかってきてないので、まあ僕から催促の電話をするべきなのか、でもちょっとまだ病院が最終段階まで行ってないので、どうしたらいいのかわからなくて、まあでも日本のまずクレジットカードの会社に電話したところ、かかったお金はクレジット会社が負担できるみたいで、そちらの保険がまず適用できるみたいで、まあその台湾の保険がどのぐらいで返ってくるのかもわかんないんですけど、まずは日本の保険の方を申請してみようかなと思います。いやでもまあもうお金のこともなんですけど、一番の衝撃はやっぱり事故にあったってことで、まあそれ以来ちょっと自転車に乗るのもちょっと怖くてですね、もし台湾で、もし事故にあった際にはですね、冷静に物事を進めれるように皆さん気をつけてください。まずは事故に遭わないことが一番なんですけど、もし事故に遭ってしまったら、そのゆっくり一個一個対処していって、まあ、まだ僕も全部終わってないので、また全部終わったらその動画を撮ろうと思うんですけど、そんな感じで皆さん事故には気をつけてください。そんなところで久しぶりの動画ですけど、まあちょっと事故って1週間ぐらい結構いろいろと大変でした。そんなところで、それでは。